はい、皆さん、こんにちは。宅建士無料合格講座、今回は民法のね、抵当権についてのお話をさせていただきたいと思います。で、抵当権なんですけども、非常にね、重要な分野で、ここで1点を落とすと非常に厳しい、分野になってます。で、今回ですね、範囲が結構抵当権は広いので、2回に分けて、ご案内をさせていただくんですけど、なので、過去問はね、次の、講義の最後にまたお出しさせていただきたいと思いますので、頑張ってね、解くようにしていってください。はい、ではですね、まず抵当権なんですけども、まずですね、どういったね、ものなのかっていうのをね、ご説明させていただくんですけど、まず用語の定義として、抵当権者って呼ばれるもの、要するに銀行ですね。で、抵当権設定者、貸主なんかを言うんですけど、そもそもですね、抵当権ってなんだよっていうことなんですけど、右上の、ね、図をちょっと見ていただきたいと思います。左側ね、債権者、抵当権者っていうふうに書いてますけど、要は、B さんがね、お金を貸してくれと銀行にお願いしたときに、じゃあお金を貸す代わりに、それの担保を入れてねっていうことで、じゃあ B さんの土地をね、担保に入れますとなったときに、そこにね、担保になってるので、万が一お金を返さなかった場合っていうのは、この土地をね、競売って言われる、代わりに売ったりなんかして、で、それで、抵当権者はですね、お金の回収をするっていう風な内容になってます。なので、B 所有の土地にね、今回ご説明する抵当権っていう権利が、上に乗っかるようなイメージになります。で、この抵当権者と抵当権設定者っていうね、違いなんですけど、一番理解しやすいのは、抵当権を設定する人っていうのは B さんなわけなんですね。要するに B さんの土地に権利を設定するので、なので、抵当権設定者っていう風なね、そういった用語で覚えておいてください。で、まずですね、抵当権の設定者なんですけども、抵当権者の同意を得ることなく、使用収益処分することができるっていうことで、抵当権がついてるからといってですね、その人が使えなくなってしまったりとか、売ったりできなくなってしまうと意味がないので、そういったね、権利を守るために使用収益処分することができるっていうことですね。で、一般的にね、イメージつきやすい例で言うと、例えば家を買いたいと。言った時に、住宅ローンをね、普通の方は組まれるということで、で、住宅ローンを組む時にね、こういった抵当権というものが、その建物と土地につきます。で、そういった土地、建物とかね、土地に抵当権がついてることによって、万が一住宅ローンの支払いがね、できなくなった時は、その家とか土地売っちゃうよっていうことなんですけど、わざわざ家買ったのにそれを使えないってなるとね、それはそれで困るよっていう話なんですよ。なので、こういった抵当権設定者は、抵当権者に同意を得ることなく、使用収益ができるっていうのを一つ覚えておいてください。で、抵当権にはですね、不従性って言われるもの、あと、物上代位性っていうね、こういった2つの性質があります。で、これはね、法律用語なので、実際聞き慣れない方非常に多いと思うんですけど、不従性って何かっていうと、非担保債権ですね、金銭債権が成立して初めて、成立するということで、要するにそのお金の貸してね借りてねっていう契約がそもそもないとこういった抵当権っていうものは成立しないっていうね、くっついてるっていうイメージですね、不従性に関しては。で、同じく、非担保債権が弁済等により消滅すればそれに従い消滅するということで、もちろんそらそうですよね、お金支払ってで、もう完済しましたとローンを、そしたら抵当権っていうものは一緒に消えるものですよっていう、そういったね性質を持ってます。で、次ですね、物上代位性なんですけども、抵当権にはね、抵当不動産の売却賃貸滅失、または、損傷によってですね、抵当権、目的物の、所有を受けるべき金銭等に対して施行できるということで、要はですね、例えばなんですけども、火災保険ですね、をかけてましたと、家にね。で、実際抵当権をかけてる家が燃えちゃいましたってなった場合なんですけども、そういった場合にですね、結局その家がなくなっちゃうわけじゃないですか。そうなってくると、抵当権者はですね、すごい損するわけなんですよ。実際、土地と建物合計で、3000万円でね、の価値があったのに、建物なくなっちゃったら1000万円になっちゃったと。それは困るので、じゃあそういった時の火災保険をね、差し押さえできるような権利がこの物上代位性というものになります。で、ただし一つだけ注意点としては、受領する前に差し押さえをしないといけないんですよ。これどういうことかっていうと、例えば、家があって燃えちゃいましたと。
で、それの火災保険金をじゃあ抵当権設定者がもらいますってなった時に、もうもらっちゃった後にそれを差し押さえてできないんですよ。まあできないっていうか、厳密に言うとしようと思うとね、あの裁判によってもその差し押さえなんかをしないといけないので、まあ、あのそういったことをしなくても、この抵当権っていうものがあるだけで、その火災保険が発生したっていう事実を分かっていれば、その火災保険の、まあ保険会社に請求をかけて、この抵当権者がまあそういったね、あの火災保険金をもらうことができるっていう。なので、まあ受領する前に差し押さえなければならないっていう、ここをね、一つ重点的に覚えておいてください。はい、で次ですね、まあ、抵当権の効力っていうことで、まあ、抵当権っていうものは、あの土地と建物を別々に登記しなければなりません。っていうのも、あのまた登記のところでね、ちょっとお話しさせていただくんですけど、建物と土地って登記の内容が別なんですよ。土地は土地で、登記されていて、建物は建物で登記されているので、例えば土地と建物両方を、まあ、担保に入れようと思うと、両方に登記しないといけないんですね。なので、まあ、抵当権は土地と建物を別々に登記しなければならない。で、あとですね、まあ、土地の抵当権の効力っていうのは建物に及びません。で、逆ももちろんっていうことで、まあ、例えば土地に抵当権を入れてるからといって、じゃあ、実際ね、まあ、ローンが返せなくなって差し押さえしよう、まあ、差し押さえっていうかね、抵当権の実行っていうんですけど、抵当権の実行をしようってなって、じゃあその土地売りますってなった時に、じゃあ、その上の建物もね、一緒に売れるかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。基本的には土地と建物っていうものは、そもそも別のね、抵当権っていうものを設定しないといけません。まあ、あの例外としてね、またあの法定地上権なんていう権利も出てくるんですけど、今の段階では抵当権っていうものは別々ですっていうことをね、しっかり覚えておいてください。で、あとですね、抵当権なんですけども、あの複数設定することができます。これなんですけど、まあ、銀行がですね、まあ、その土地に抵当権を設定してたと。で、ちょっと A 銀行だけの、まあ、借り入れじゃ足りないということで、 B 銀行にもお願いしたと。っていう場合は B 銀行も抵当権をかけることができます。ただし弁済ですね、まあ、結局はじゃあその人がお金全く払えなくなってしまって、で、その抵当権を実行して、まあ、お金になってね、 A 銀行と B 銀行の、まあ、に返済が来るわけなんですけど、その順番っていうのは、先に登記した順番になります。なので、登記の順番に弁済を受けられるようになっているので、なので、基本的にね、一般の家庭で抵当権を2個打つってことはないんですけど、事業規模でね、やられてる方とかだと、まあ、資産価値が1億ある土地で、まあ、2000万ね、借り入れしたいからって A 銀行にお願いした後に、もうちょっと4000万追加融資してくれっていうことで B 銀行に頼んだりっていう、まあ、そういったケースがね、今回の場合はありますね。で、あとですね、まあ、抵当権の順位変更なんですけども、まあ、抵当権者の合意によってね、することができるということで、まあ、A 銀行ですね、A 銀行が先に入れてたけども、まあ、B 銀行がですね、ちょっと俺の方が金額が多いから、まあ、ちょっと入れ替えてくれないかということで、お願いをしてね、まあ、A 銀行がいいですよって言ってくれれば、まあ、順位を変更することができるということですね。で、この時なんですけども、抵当権設定者の同意は不要であるということで、まあ、抵当権設定者からするとね、別に順位が A だろうが B だろうがどっちでもいいわけなんですよ。要するに支払いを、まあね、そのローンを返す当てが A が先なのか B が先なのかっていう、まあ、そういったね、まあ、状況まではね、別に抵当権じゃ関係ないので、抵当権設定者の同意は不要であるっていうことですね。で、まあ、もちろんなんですけども、順位の変更をした場合ですね、っていうのは登記しなければ、まあ、その効力はないということですね。なので、お互いね、銀行同士口約束で、まあね、順位を変えたとしても、それは登記しないとダメですよっていうことですね。で、あとですね、非担保債権の範囲っていうことで、まあ、抵当権による、ね、担保された非担保債権の範囲は、あと元本及び、満期となった利息の、遅延利息を、ね、通算した最後の2年分になるということで、まあ、これどういうことかっていうと、例えば抵当権 A があって、で、A 銀行が、ね、設定した抵当権があって、で、次 B 銀行が、ね、設定した抵当権が2番目にあるよっていう時に、例えば、こういった、まあ、元本及び、満期となった利息と、あと、の、まあ、2年分ですねっていう、そういった制限を設けておかないと、 A 銀行いくらでももらえるようになっちゃうんですよ。例えばさっき言った事例で、1億円の土地に対して A 銀行がね、まあ、お金を貸してて、まあ、2000万だとしましょうよ。で、それで結局全然お金返してくれないからって言って、利息がどん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 ついてね、例えば1億円になっちゃいましたと。で、1億円返してもらう権利があるってなっちゃうと、今度 B 銀行はね、お金もらえなくなっちゃうんですよ。
なので、まあ、そういったことを防ぐために抵当権による担保っていうのはもらえる額っていうのが制限されてます。その額っていうのが基本的には非担保債権の、元本および満期となった利息の遅延利息金を通算した最後の2年間ですねっていう風な計算になります。なので銀行とかも、まあ、B 銀行なんかも抵当権を入れる前にこれの計算をするんですよ。でじゃあ実際貸してるのは2000万だけども、まあ、マックス言っても、まあ、例えば4000万円までだなってなって、資産価値が1億円あるんだったら、じゃあうちも貸そうっていう風なね、まあ、そういった計算をするっていうことですね。で、あとですね、まあ、高純位抵当者がいなければこの限りでないっていうことで、まあ、そりゃそうですよね。B 銀行がいなければ別に A 銀行が全部持ってってもらってもそれは構わないので、なので高純位者の抵当権者がいる場合に関してはこういった金銭のね範囲っていうのが決められてるっていうのをねしっかりと覚えておいてください。はい、ではですね、今回の講義はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。